ではまた続けますよ。何だったっけ、次。この辺から未開のものがいっぱいあるんだ。お、出た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 。なんか興味あったんですけど、やったことないと。これ半額セールの時に買わせてもらいました。女三四郎です。どこのゲームなんでしょうね。台頭さん。ということは、過激みたいな感じかな。はい。小技ボタン？大技ボタン。使用しません。移動。あ、移動があるのね。もう全くわからんですよ。1985年。すげえな。かなり初期ですね。ユキさんっていうのが、あれかな。主人公でしょうか。どんなもんかをちょっと、なんかちょっと過激っぽい感じがするな。体力ゲージなんですな。わからんわからんわからん。大技ボタンとかありましたね。お、金的。まあ、やりましょう。まあ、わからんけどやりますよ。もしかしてポロリありですか？ 3 期。何が？あ、やられた。死なんですな、こいつ。KO。 泣いてる。なんか師範代みたいなのが超悪そうですね。もう小技だけで。バックドロップ。また来たよこいつ。やられた。いや、やられる、やられる。ひどい。あと一気。なんか後ろの師範代みたいなのも悪そうやな。わからん。タイミングが全然わからん。今のダメなんだ。もしかして体力を減らすと投げれる。おおおおお。やべ、あ、負けた。負けだよ。これ一面ってとこなんかな、ハゲ。ああ、わからない。やっぱり私には格闘のセンスがありません。多分理解すると面白いのかもしれない。タイフーンギャルって言うんだ。いや、興味は面白そうなんだけど、通用しませんでした、私は。さよなら。